違うんですよ、聞いてください。誕生日を10月30日に変えたんですけど、何回変えてもな治らないんですよ。治らなくて、なんかもういいやと思って、ちょっと今日時間がないから、そう、ちょっと今日はちょっと30分、6時半までには終わっちゃいます。ごめんなさい。また行くので、先週サブリミナル、そうなんです、皆さんのおかげでオリコン勝った、オリコン週間シングルランキング初登場1位をいただきました。ありがとうございます、ありがとうございます。皆さん週間ウィークリーでね、1位をいただいたのはズルズルとの2回、ズルズル、そうかとの2回目ということで、通算ではイコラブとしては2回目ということで、ありがとうございます。そうだね、12人で初めてですね、ズルズル以来なので、ウィークリーがね、なので本当にありがとうございます。そう、早どきとか、そう、なんか広島の、そう、目覚ましとか、そう、それで今日広島の、広島からも LINE が来ました。本当に目が痛い、さっきから。なんか入ってるそう、それで本日は、記者会見をさせていただいてきました。みんなで、そしてその記者会見になんと長野さんがが、ほより普通に「なっせんが好き」ってゲストさんで長野さんが来てくださいました。めちゃめちゃ面白くて、なんか記者会見で、まあ、踊ったりしないから、まあ、前髪もあんま固めなくていいよねみたいになってて、固めなかったし、髪飾りもそんなにいつもよりはこうピンつけてもらってなかったりしたんですけど、なんか思ったより長野さんとの、そのコラボでそのネタをみんなでやったんですよ。そしたら結構激しくて、なんか汗かく予定なかったんですけど汗かいちゃいました、なぜかそう、なんかもうね、めちゃめちゃさ、こうなんだろうな、時代というか私たちも、だからすごいなんかこう不思議な気持ちでした。そう、ちょっと目が痛すぎて目薬さんを刺します。そう、意外にめちゃめちゃね、体力を使って、そう、長野さんの汗もすごかったの、めちゃめちゃ暑かったよ、私たちも汗かいてたし。泣いてるみたい。そう、長野さん、長野さんだった理由って書いてありましたか、どこかに、記事に。
書いてなかったのかな、どうだ、書いてあったかな、書いてあった、あダンスバージョンの、あそうやん、今日あれもう6時に更新されたの、あれもっと遅いかと思ってた、6時なんだ、あそう長野さんの青春サブリミナル、青春は青、青の服を着てらっしゃる方、長野さんです、みたいです。それで長野さんが来てくださいました。そう長野さんの衣装が青だからです。そうよ、いつもこんな感じの、でも理由ですよね結構。そういつもこんな感じ結構。え、それでほん、それで僕を呼んだんですかってよくなってる。ゴッホより普通に。そうで今日は記者会見をとかいろいろさせていただいてきました。でももう髪はちょっと今一旦ちょっと温めたいから下ろしてる。そう、そしてそう記者会見でもお誕生日をお祝いしていただいたんですよ。そうびっくりポンびっくらポンなんですけど、本当になんか急に電気がちょっとだけ消えて、テンテテン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 みたいな、でメンバーアン以外が知らなかったわけじゃなくて、メンバーは多分全員知らなかったのかな。そう、それで私も知らなくて、私昨日今日もしなんか今日が記者会見で今日が誕生日とかだったら、あ自分だってすぐ思ったと思うんですけど、なんか私長野さんが誕生日12月1日なのかなって思っちゃって、そうそれで私自分って最初分かんなすぎて、でなんかこうマイカと目が合ってマイカにあったかなあったかなみたいなやったの。したらマイカ多分そうじゃないみたいな、あんなでしょみたいな感じなの。そう、それでなんか私自分じゃないと思って、最初なんか自分かな、いやでもなんか自分じゃなかったら恥ずかしいしなみたいな、ま、ワンちゃん長野さんが12月1日なのかなみたいな思ってみたいな感じでマイカと目が合ったから、しかもマイカと一番離れてるの、一列目にマイカいて一番下手で、ね、あん2列目の一番上手にいるのに、たまたまマイカと目があったからマイカにあったかなみたいに言ってて、そうそう、それでなんかもうなんかびっくりして、なんか記者会見とかでお誕生日を今までお祝いしていただいたことがなかったので、なんか急に来たからびっくりして、すごい嬉しかったし、ケーキがあとめちゃくちゃ可愛かったんですよ、ピンクの。そうめちゃくちゃ可愛くてすごい嬉しかったんですけど、なんかもうびっくりしすぎて焦りすぎてなんかへえみたいになってましたっていうエピソードです今日の。そうなんか今年はケーキをだから3個3つ4つ5つ何個だったっけそうたくさんいただきました、ありがとうございます、嬉しい。くまさんケーキもね食べてるよちょっとずつ。そうなんかメンバーがさいるからさ一緒にそう楽屋とかでさそう食べ、昨日のやつとかもメンバーがいるからさ、でもさくまさんケーキは家にあるからさ、あと今日はスタッフさんがなんかみかんがイコラブすごい好きなんですよ最近で、なんかみかんをすごい大量に買ってきてくださって、もう今日みんながもう常になんか記者会見の前ずっ
っとみかん食べてました。マジでみんなずっとみかん食べて、なんかもう至る所にみかんの皮が机の上に置いてありました。そうか、みかんめっちゃ大量にあって、もみんな何個も何個も食べよって、あんま持って帰ってきて、しかもなんか全部種類がこれ違うの、3個持って帰ってきたんですけど、なんか全部種類が違うらしくて、そうでなんか5、6種類みかんの種類があって、それが5個ぐらい、だから30個以上あったな、3、40個ぐらいあったのかな、めちゃくちゃあって、そうだからあんま3個まだ今日1個も食べてないんです、みかんは。けど持って帰ってきたので食べるの楽しみ。そう今日ずっとみんなもうなんかみんな何個食べようってぐらいみかんをずっと食べてましたよ、楽屋にみかん。だから今日の夜食べます、ビタミン、ビタミンです、ビタミン。そうこれみかん全部種類が違うみかんなんだって、メーカーが違うらしいです。そう手が黄色くなるよね。っていう感じかな。23歳の23時やまやろ、確かに23時23歳、確かにそう、今日やまやろ、さっきあれでした、なんだっけ、動画が載ってました。しかもこの服着てた、いや着てないか、どうだっけ、だからピンク着てたよね、これじゃないやつか。みかん食べれないメンバーいないじゃない、いないんじゃないかな、どうだっけな、あんま食べない、わかんない。こんな感じですね、今日は。今日はちょっと短い時間ですが、誕生日の次の日なのにごめんなさい。ね、1年早い、本当に早い。明日もある。明日早いか分かんない、まだ。まだ分かんない。そう、そして先ほど6時ぐらいに公開されてたのかな。ダンスミュージックビデオ、ダンスバージョンのミュージックビデオが公開されました。ダンスバージョン、配信後に見るねって、ありがとうございます。え、カンニバル当たった、なんか何人か外れたって来てた。そう TikTok もね結構更新されてる、最近最近毎日何かしら更新されてるから、ヘンリー・ハグリッシュ、ウェイウェイ、1200日、コラブ TikTok が珍しく動いている、動いているうちにみんな見とこいつ消滅するかは分からんで誕生日仕様なんじゃなくって1200日仕様だったんだ。
か、これ誕生日仕様だと思ってた。何回10月にしてもなんで黄色なんだよって思ってたら1200日仕様なんだ。え、すっげえ、1200日仕様があるなんて、ありがとうございます。嬉しい、イエーイ。じゃあ1300日仕様もあるのかな、1400日とか100日ごとにあるのかな。え、なんで1200があるの。1000はまああるかな、あったけど。すごい、待って、これタワーなのか、この大きい宿1200っていうやつが、これがタワーなのか。タワーを読む、トイさんかな、トイさん、ありがタワーです。ちょっとメモります、こっちに。トイさん、トイさんと、シンタクさん、シンタクさん、ヘンタクさん、ありが1200タワーです。そしてハナ、あ、ハナちゃん、この前も初見タワーくれた、あれだよね、なんだっけ、ツイッターもさ、つぶやいてくれてたよね、ツイッターだっけ、見たよ、ありがとうございます。1200日だって、わーいわーいわーい、1200日、今日はなちゃんがまつげ褒めてくれた、どうですか仕事頑張ってみんな、まだ待ち受け、高野菜でもあり1200日でもある、そうだね、イエーイ。あと1日早かったら誕生日と1200が一緒だったねもう一個今タワー飛んできた、あきひろさん、あきひろさん、リサのアバター、あきひろさん、あきひろさん、ありがとうございます、ありがタワー、ありが1200タワー、ありがとう。遅れげ遅れげ、今日はそう出してもらいました、めでたい日が続いた、やったー明日は1201日をお祝いしますアーカイブ見てん。そうや、何の話やったかというと、先週サブリミナルのダンスミュージックビデオが公開されたよっていう話だ。そう、アンナも今日ね、ダンスミュージックビデオがあるってこともね知ったので、さちょっと前か、今日の昼ぐらいかなに見ました。で、眩しそうって言ってたみんなでめっちゃ眩しそうとかっつって、そう、眩しかったからさ、あそこ、そうだから、でもみんな可愛かったなんか衣装がさ華やかっていうかカラフルやけん、すごい映えてた、映え映え。ダンスバージョンだから皆さんいっぱい見てください。アンナはポニーテールを揺らしている緑なので見つけてください。でも見つけやすいよね、今回はさ色が違うけん推しメンのことすぐ見つかるやろ。流行語大賞3密だっけ、ちょうどねその記者会見みたいなのやってる裏で私たち記者会見多分してたのかな、それで
永野さんが流行語大賞イコラブだって言ってくださっててそうっていう話とかもしてた気がする。え、永野さんめちゃくちゃ優しかったです本当に。なんか今までこうお世話になったこう芸人さんとかもう皆さん全員優しいんですよ本当に。そう今日は永野さんもうねめちゃめちゃ優しかったです。裏でもめちゃめちゃそう優しくてもうそう優しかった本当に。表でもすっごい盛り上げてくださってそう公式不審者そう。最初私たちも緊張してたんだけど、なんか記者会見って独特な雰囲気やから緊張するんですよ。何回やっても緊張する。なんか一番緊張する。ラッセン楽しそうだった。楽しかっためっちゃ。記者会見ほんまに緊張する。記者の方がたくさん来てくださってて、いっぱいカメラがあってって感じだから。なんかしかも大人のスタッフさんとかもそういう人かなんかみんなカチッとした服で来るんですよ。スーツとかで来るからなんか緊張感がある。いつもよりだから緊張する。そんな感じでちょっとそろそろ終わらなければいけませんので終了します。ランキングを見ます。13位が浩平さん、12位がまこっちゃん、11位がとも、10位がヒッキーさん、9位がセイタ、8位がセシリアさん、7位がゆかりん、6位がさしなゆいさん、5位がジェニュインさん、4位があきひろさん、3位がしんたくさん、2位がはなちゃん、1位がといさんです。ありがとうございます。といさん、はなちゃん、しんたくさん、あきひろさん、タワーありがとうございます。1200タワー、1200タワーたちと普通のタワーもありがとうございます。ランダムは1200だからどうしようかな。うんじゃあ2だから2人違うか3人のりざんさん、1人目、間違えた、2人目、つばささん、3人目、イコールナッツみかんさんの3人です。ということで1+2 だ、昨日なんだっけ、2+3は5だったのか、今日1+2で3 減っちゃってるやんはい、ということでじゃんけんします。せーの、じゃんけんじゃんけんじゃんけんパーン。あ、やっぱチョキはい、チョキです。1200の2です、チョキです。最近すぐさじゃんけん変えますって言っちゃいますね。ダメですね。ということでまた明日もお会いしましょう。ありがとうございました。